3つ目は少しダウンブローに打ちたい人は少し体をシフトを入れるとイメージがつきやすいかもしれません。体がこのように右側を向いたまま少しこうシフトしてあげると開かないで戻ってきやすい。でクラブ軌道も左に置いたボールに対して少しこうなだらかにこうダウンブローになりやすいので少し体重をシフトしてこのように打ってあげる、こういうイメージで打つことが大切になります。でこれはすごい柔らかいシャフトなんですけど、こういう柔らかいシャフトで左に置いて普通に打つとこのようにボールが高く上がってしまいます。ですからボールを左に置いて、そして体の向きをダウンスイングで右向いたままこういう風に来るようなイメージと左に少しシフトするのを少し組み合わせてこのように低い出球のボールを打つ練習をしていただくと自然にダウンブローというかいい軌道が身についてきますので、ぜひチャレンジしてみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。